先ほどちょっとご連絡あって、角田君が冒頭でちょっとちょっとご挨拶というかお詫びと訂正をしたいということで言ってるので、まず角田君お願いします。こんにちは。はい。こんにちは。前回のですね、最初に発言させていただいた角田と申します。はい、歓迎発言ですよ。そうです。で、見解のお詫びと撤回ということで、大きく言ったら2つあります。1つ目がですね、豊田さんからも指摘のあったように、八幡大菩薩を、釈尊と、垂直イコール本地と、直ちにイコールとしたもの、これが1つ。そして2つ目が、一ノ沢入道女房御所の、末文ですね。日蓮が藩っていうのを大御本尊様と拝すっていう発言をしたんですが、これらは正統教学ではありません。見識ゆえの、私のですね、見識ゆえの誤りでした。お詫びして撤回します。大変失礼いたしました。以お詫上でびはいす。らないです。お詫びするのは退席時側です。高まあ、余計なこと言わなくていいから、以上です。吉田さんも。そしたら、じゃあ、そしたらですね、